はい、皆さんこんにちは、つむぎむです。今日はね、2月の、ね、28日です。明日からね、ノーリミットパレードがね始まるんですけど、あの今日からも、ね、先行してね、あのノーリミットパレードにちなんだ限定フードとかね、あと限定のね靴ですねが発売がね開始されるんで、今日はね、あのノーリミットパレードの限定フードを全制覇してみようと思います。はい、てなわけでね、今日はですね、じゃん、こういう感じでね、ポケモンのね、ハルカの格好をしてきました。でね、あのツイッターとかね、まあ、YouTube の動画とか見ていただいたらわかると思うんですけど、俺ってね、そのね、あ、私ってね、大の、あの星派なんですよ。昔のね、タワーオブカリウッドを歌った時代の USJ が一番いいっていうね、まあ、そういう考え方なんで、今までのね、動画見ていただいても分かると思うんですけど、あんまりね、アニメのキャラクターのね、仮装するっていう機会ないんですけど、実はね、その、ポケモンってね、名探偵ピカチュウっていうね、映画あったじゃないですか。最初ね、あれのね、キャラクターの仮装しようかなと思ったんですけどね、名探偵ピカチュウね、面白かったんですけどね、なんか、仮装するほどね、好きかって言われたらそうでもないんで、だったらね、まあ、ちょっと特例っていう感じでね、ちょっとアニメのね、キャラクターの仮装しようかなっていうことで、今回ね、あのポケモンのね、ハルカを選びました。一応ね、これ、まあ、1997年生まれっていうことでね、ポケモンのね、アドバンスジェネレーションがね、ちょうど世代なんで、一応ね、そう、その思い出のね、あるキャラクターなんで、まあ、一応ね、ハルカだったらアニメのキャラだけでいいかなっていう感じで今日はね、来てきました。はい、でもポケモンってね、言ったらね、やっぱりね、まあ、相棒のね、モンスターって必要ですよね。ということでね、今日はね、はい、これ、かまぼこね、ついてきました。あちゃもじゃないんだっていう感じですけどね、別にあちゃもぬいぐるみ買うこと好きでもないんで、まあ、かまぼこを、まあ、いつもみたいにね、ついてきました。じゃあね、今日はね、こいつと一緒に、あの、ノーリミットパレードのね、フードをちょっとね、時ではね、全盛化してみたいと思います。そんなわけで、今回はノーリミットパレード関連フードを食べて食べまくろうと思います。普通はポケモンフードに絞りますよね、こういうの。貧乏なくせに無理しちゃいました。ノーリミットパレード関連の限定フードは全て食べ歩き形式。ハリウッドエリアのフードカートに分散されて売られてます。まず狙うはやはりポケモン。それにしても今日はハルカのコスチュームだからか、びっくりするくらい声をかけられます。映画キャラでは誰も気づく人がいないので、なんか新鮮な気分です。ところで、ハルカの仮装をするにあたって、久しぶりにアドバンスジェネレーションのアニメを見返したんですけど、ハルカって思ったほど、語尾にカモってつけないんですね。いやね、ハルカって Google の予想検索に、ハルカ、カモ、うざいって出るくらい、印象的な口癖じゃないですか。てっきりカンコレの言うたちが、ボイって言うみたいに、バカの一つ覚えみたいに毎回言ってた記憶があったので、ちょっと驚きましたね。記憶ってこうやって捏造されていくんですね。さて、まず向かうのが、ハリドリ前のフードカートです。今回のノーリミットパレード関連フードは全てフードカートで売られています。つまり全て食べ歩きフードなんですね。最初はやはりポケモンのフードをいただこうと思います。ポケモンのフードカートは朝市を除いては整理券対応になっていました。なんだか嫌な予感しますね。はい、じゃあね、こちらがね、ポケモンのフードカートなんですけど、あね、これはね、混雑ね、防止のためにですね、このようなね、整理券がもらえます。この整理券がないと購入はできないらしいです。17時。結構先の時間ですね。本当に私って段取り悪いですよね。ちなみにちょうどこの時、ねずっと豆ちゃん、お豆 TP さんに会ったんですけど、向こうがバッチリゲットできてたっぽくて、計画性の違いを見させられましたね。まあ、10時なんかに来るとこうなるという、反面教師にしていただければ。ちなみに整理券の配布状況は、こんな感じのようです。でも、混雑状況によっては、9時40分頃に配布終了もあるようです。休日とかは、用心が必要そうです。何にせよ、しばらくは急がないと買えないという事態になりそうです。では、ポケモンフードはしばらくお預けなので、先に他のフードをいただこうと思います。次に行くのは、アニメセレブレーション前にあるフードカートです。ここのフードカートで扱うのは、セサミストリートとハローキティ。オレンジカップケーキとチーズ&ポークマンが売ってます。早速食べます。
はい、では、ね、まず紹介するのがこちらのセサミの、オレンジカップケーキと、あとねこっちがハローキティのチーズ&ポークマンになります。チーズとか入ってるのが1億玉では入りたいですね。では、ね、早速に食べていきたいと思います。ではね、まず最初に食べるのがこちらのやつ、オレンジカップケーキになります。色がカラフルで、ノーリミットパレード感がありますね。では、ね、早速食べていきたいと思います。量はね、普通のカップケーキっていうくらいの量なんで、ね、朝食のね、私でもね、まあ、ちょうどいいくらいの、ね、量ですね。まあ、個人的な、ね、評価としては、まあ、星3ってくらいですかね。まあ、普通のカップケーキっていう感じの味です。続いて食べるのがこちらのキティマンになります。中にね、チーズとポーク、豚ですね、入ってるらしいです。ではね、早速ね、毎回恒例のね、ちょっとね、ちょっとかわいそうなんですけど、半分にね、やっていきたいと思います。いや、でも、いや、別にね、言うとね、かわいそうとはね、思ってないんですけどね。ではね、早速ね、やっていきたいと思います。ぶっちゃけね、割ったら普通の豚まんって感じの見た目をしてますね。なんかチーズが入ってるからね、こう割った瞬間ね、こうビヨーンでね、伸びたりするかなって思ったんですけど、別にね、特にね、そういうのはないですね。はい、早速いただきます。本当にチーズ入ってる？入ってるかどうかちょっと分かんないっていうか、普通のね、豚まんの味がするような気がするんですけどね。チーズ要素どこだ？ちょっとわかんないですね。普通の豚まんの味がします。うん、ちょっとね、ちょっとがっかり度が大きいんで、まあ、星 2.5 にします。 USJ 情報局 LCA Studios。 続いて向かうのはユニモンのシアター前。ここではスヌーピーを扱っています。他のもそうですけど、今回のフードは全てバラバラの位置のカートで販売してて、回るのは結構面倒いんですよ。まあ、これだけあるフードを1日で食うやつなんていないんですけどね。私を除いて、ここではスヌーピーのドーナツを売ってます。はい、続いてね、いただくのがじゃあね、スヌーピーのチョコチップドーナツになります。これね、スヌーピーの面はね、チョコレートのコーティングなんですけど、ドーナツのね、中にですね、クリームとね、チョコチップがね、混ぜてあるやつが入ってます。まあ、普通にね、美味しいんですけど、まあ、普通なんでね、ちょっとね、難しいんですけど、個人的な評価は3ってくらいですかね。4をつけるほどでもないけど、っていう感じもありですね。続いてやってきたのはイルミネーションシアター前。こちらのフードカートでは寝具を扱っています。このチビトスがなぜかやたらと大人気でして、ご覧の通りの長蛇の列、一日のうちに何度も売り切れます。しばらくしたら補充はもちろんあります。でもまた売り切れるという、そんな状況が続きます。シングのチリトスになります。シングもね、今回ねパレードが来たんかということで、こういう風にね、このオリミットパレードにちなんだチリトスが、まあ、出てるんですけど、これね、今ね、最近ね、食レポの動画でねチリトスばっかり食べてるんで、ちょっとね、こんな言うとね、またチリトスだよっていう感じなんですけどね。なんかね、だいぶ前にテレビでね、ギャル曽根がね、ディズニーランドのフードを、まあ、人気の、ね、ランキング形式で食べるってやって、ポップコーンばっかりランキングに上がってきて、ギャル曽根がね、ポップコーンね、こういやいやながらね、何回も食べさせられるっていうね、そういうね、企画があったんですけど、なんかね、ちょっとね、気持ちわかりますね。はい、ではね、いただきます。ここは欲しいですね。
基本的にね、USJ の距離とって、ディズニーランドのに比べて、ザクザクしてるね、食感とか多いんですけど、全部じゃないですけどね、多いんですけど、これはね、ザクザクしてるやつですね。で、ココアの味はするんですけど、もうなんか、特に感想とかはないですね。今ね、上のね、デコレーションされてるやつ部分だけ食べたんですけど、これね、全部砂糖ですね。個人的な、ね、評価はね、星3っていう感じですかね。ちょっとね、チュリトス飽きてきましたね。続いて訪れたのは、こちらのカート。ここでは、キャンディーコーラ味のミニオンのポップコーンが売ってるのですが、なんか早々と販売終了してたので、今回は食べれませんでした。まあ、適当に星3をくれてあげましょう。ポケモンフードの時間が近づく中、その前にもう一箇所寄りましょう。やってきたのはキャノピー下です。ところで、さっき4人くらいのメンズグループから俺たちにゲットされたくないって言われたのですが、あれはポケモンの世界では人間がモンスターにゲットされるというとんでもな勘違いをした上で乗ってくれた親切な人なのか、あるいは男の俺にナンパ仕掛けるおめめ節山の頭チンパン腰振りパンパンなのか、どっちなんでしょうね。なんと USJ 入ってすぐの場所にマリオカートのポップコーンのカートができていました。これもノーリミットパレードの新企画らしいのですが、今日食べるのがポップコーンではありません。今回食べるのは新しく加わった新メニューのマリオカートクッキーです。それではね、マリオカートのクッキー買ってきました。あのね、ちょっとね、まず一ついいですか。でも2つ目、商品の絵が書いてあって100円って書いてたんですけど、まさかなと思ったんですけど ね、2つで500円じゃなくて1つで500円でしたね。高くない？これ1個で500円って高くないですか？こんなもん。 USJ のクッキーって基本的になんか高くて、まあ、缶でね、4つくらいしか入ってないのに2000円とかもあるんで、まあ、そう考えたら普通なのかな。でも缶はね、缶が残るけど、これ何もね残らないじゃないですか。クッキーそのままじゃないですか。まあクッキーは可愛いですけど、なんでちょっと500円ってちょっと買えたなっていうのはちょっと本音で思うんですけど、なんかもうまだ食べてないですけど、もう評価2位くらいなんですけど、うん。今日来たので、ちゃんと食べてね、評価します。まあ、一応ね、フォローするとね、こういう風にね、真空パックになってるんで、まあ、賞味期限もあるんですけどね、一応ね、すぐに食べなくても、家にね、持ち帰って、まあ、誰かにね、まあ、賞味期限はあるんですけど、あげたりとかっていうのもできるっていう点は、まあ、ちょっといいですかね。まあ、これだと、相当割高なお土産になっちゃいそうな気がしますけどね。それではね、早速に食べていきたいと思います。ちなみにね、見た目はね、こんな風になってます。クッキーのね、普通にね、なんかデコレーションがね、つけあるっていう感じの作りになってますね。それじゃあね、早速ね、食べていきたいと思います。これ1個で470kcal。これ2つやね。あれですか、もう900kcal 以上ですからね。ちょっとお辞儀すぎそうですけどね、食べたいと思います。もう今日はね、晩飯抜きです。ね、こういう見た目ね、こういう見た目のクッキーの味って分かりますかね。こういうね、普通のクッキーの上にね、砂糖でデコレーションしてやるっていう感じの、まあ、そのままの味ですね。あ、それね、フラワーを食べていきたいと思います。下に比べてね、厚さがある分ね、あの砂糖の層がね、厚くなるじゃないですか。だからね、めちゃめちゃ硬い。びっくりするくらい硬い。なにこれ、硬っ。なんかね、奥の永久性ね、噛んでようやく噛み切れるっていうくらいの硬さですね。でね、このクッキーのね、個人的な感想はね、星2っていう感じですかね。食べる前にね、つけた評価と同じような感じですね。USJ 漢字漢字漢字 I don't know LCA Studios。
それではポケモンのカートに並べる時間になったので早速行ってきましょう。当たり前ですけど、整理券をなくした場合は並ぶことができなくなります。整理券は大切に保管した上で、通るかは分かりませんけど、念のために証拠の写真も残しておきましょう。通るかは分かりませんので気休めレベルでお願いします。はい、じゃあね、これがね、ホールミットパレード仕様のね、ポケモンの限定フードがですね、ついにね、ゲットすることができました。じゃあね、早速ね、食べていきたいんですけど、ちょっとね、言いたいことがあって、これね、そのね、3つね、揃ってですね、なんていうね、これね、そこをね、2300円ちょっとくらいしかしないんですよ。めっちゃ安くないですか？安くないってか、まあ、安くはないけど、USD にしてはね、かなりお買い得な価格じゃないですかね。ということでね、最初に食べるのが、こちらのピカチュウマンになります。これがね、ピザ味らしいです。なんでね、ピザなのかちょっとわかんないですけどね。でも色的には、カスタード味とかの方が良かったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、まあ、どうでもいいや。でもね、ちょっとかわいそうなんですけど、買っていきたいと思います。あのね、これにね、関してはね、ガチでね、かわいそうと思ってます。リップサービスとかでやって、これに関してはね、本当にね、ピカチュウかわいいんで、ちょっとこれはね、かわいそうかなと思うんですけど、割っちゃいます。へい。このね、簡単に見ただけでもね、具がね、ゴロゴロ入ってるなっていうのがわかるような感じになってます。もうね、この時点でね、キティマンよりもね、超高いです。中にはですね、肉の、これ、豚ですかね、の、ポロッとしたね、結構大きい肉と、あとですね、マッシュルームかな、なんかキノコが入ってます。とね、まあ、味はね、普通のピザマンなんですけど、まあ、個人的な評価としてはですね、どうですかね、まあ、星5つけちゃおうかな、星5っていう感じですね。まあ、普通にね、まあ、ピザマンの味自体は普通に美味しいっていうくらいなんですけど、何よりね、この見た目がですね、もうちょっと割っちゃったんですけど、見た目がですね、かなりね、可愛いなって思ったんで、星5、ちょっとつけすぎな気もするけども、星5つけました。まあね、なんていうかね、まあ、このね、フォルムがトストライクだったっていうのも、ちょっとね、個人的には大きいです。ピカチュウのね、顔がそのままね、ピザマンになってたら、多分星4くらいだったと思うんですけど、なんかね、ピカチュウのね、お尻をね、なぜか再現してるっていうのが、なんか個人的にはですね、デザイン性がね、優れてて、まあ、写真映えもする風土かなって思ったんで、星4っていう風にしました。はい、ではですね、次はですね、こちらのゼニガメのですね、シュートスになります。またキュリトスかよ。見た目はね、なんか水ポケモンっぽい感じで、なんかかなり可愛い風になってるんですけどね、一応ね、バニラ味らしいです。じゃあね、ちょっと食べてみたいと思います。食感としてはですね、いつもね、USJ のチュリトスありがちな、ふたふたとしてる食感のチュリトスに、バニラ味のね、柔らかいです。柔らかいクリームが、バニラ味のクリームが乗ってるっていう感じですかね。まあ、これも4っていう感じですかね。個人的にね、硬いね、砂糖菓子、デコレーションがしてるやつ、あんまり好きじゃないんで、もしもそれだったら、3だったんですけど、これはね、あんバターとかと同じような、ドライモのあんバターも美味しかったんですけど、みたいな感じで、柔らかいの、バニラ味のクリームがかかってるんで、その点でね、個人的な結構好きですね。それではね、本日ね、最後に伺ったのが、こちらの不思議だるので、メロンフローズになります。というかね、商品の説明でですね、不思議だねからですね、そうやってね、フローズを吸うことができるっていうのが書いてあるんですけど、なんかね、フローズも別で渡されちゃったんですよね。まあね、多分ね、ポップコーンバケットと同じような感じで、容器だと楽しみたいっていう方のためにですね、まあ、容器目当ての方のためにですね、ちょっと湯がける配慮をしてるんだと思うんですけど、ここからね、一人ね、吸うっていうのね、結構難しいと思うんですよ。
はい、このストロー自体がですね、普通のね、まあ、変な話、悪魔のね、ストローですね、ペコペコするような味で、なので、この不思議なね、もう、パーツの一部と思わない方がいいです。フローズンだけ食べましょうか。あ、時間かかるんだ。味はね、普通にね、美味しいね。普通のメロンフローズンなんですけど、この寒空の中に、ね、雲となると、また地獄のようですね。でね、このメロンフローズンの個人的な評価はですね、星4っていう感じですね。まあ、ほとんどね、味の評価というよりかは、この容器の評価なんですけどね。まあ、このね、不思議だね。めちゃめちゃ可愛いんですけど、ちょっとね、難点がですね、これがですね、簡単に取れちゃうことですね。今ね、紹介したね、ポケモンのやつはですね、皆様にね、ぜひね、頼んでみてくださいって感じですね。すごいね、おすすめします。それじゃあね、今回の動画はここまでです。それでは、花。